さあ心霊ウラボン21たった今見たので早速ちょっとお話ししていこうと思うんですがまずいきなり感想を一言で物申すとですね「へえあんたもトリプレックスっていうんだ」っていうふうにちょっと思っちゃいました本当にびっくりしたあの久しぶりにウラボンのあの1かなパート1を見て以来なんであれ何年前だろう5年とか経ってんのかな まあトリプレックスとは何ぞやかというとですね、要は呪いのビデオ55的なですね、一つ一つの投稿映像が実は全て関係していて、一つの物語に集約していくっていう、点と点が線につながっていく、いわゆるサスペンス要素を足した心霊映像投稿ドキュメンタリーみたいな。まずね、これあの、見たことがない人のためにこれ説明しなきゃいけないんですけれども、ウラボンはオープニングがすごく魅力的です。 めちゃくちゃテンション高いっす。こんなにテンション高いオープニングで迎え入れてくれる心霊映像作品は他には類を見ないこれ以外では見たことがない俺はっていうぐらいの。まずね、開幕、三味線ですね。もう怒涛のの三味線。ペン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 っていうもうめちゃくちゃ叩く,叩くように弾いて、なんかあのギタリストの雅みたいな感じですね。めちゃくちゃ叩くって指で,指で弾く感じ。で、さらに、えー、映像はですね、なんかあの、近代一少年の事件簿に出ていきそうな、 鎧武者がお出迎えしてくれます。しかも、ものすごいズームで、ね、ドーンって、あのワンピースみたいな感じで、ドーンって、あの、カタカナで。俺、それが見えた、本当に、字が。で、しかも、あらゆる角度から見せてくれた後は、日本人形を着ます。で、しかも、めちゃくちゃ顔が濃い、リリしい。もう、二重、奥二重じゃない。もう、パッチリ両目で、さらに、眉毛もこい。あの、三山弘、演歌歌手の、本当に、花咲く、花咲く生命、みたいな感じのね。本当に保険入ろうかなと思った。そんぐらいの、まずオープニングです。 で、全部で収録内容がですね、投稿映像5本。投稿映像5本ですね。で、5本収録されていて、もちろんトリプル X みたいに時系列、その投稿映像を見る順番っていうのもあるんだけど、トリプル X ほどそこは、ま、そこまで気にしなくて見ることができます。あれ結構難しいじゃないですか、トリプル X って。で、ヒントも割となんか多いようで少ない。 一番大事なところがないなとか、で、あと見る順番難しいなっていう時系列の並び替えね。なんかあの、30代の勝又と40代の勝又区別しろって難しいじゃないですか。あれぐらいむずいんですよ、トリプレックスって。でもそれを考える楽しみってのもあるんだけどね。でもこっちはよりカジュアルというかね。うん、なんかあの、セカンドストリートでお買い物みたいな。そういう感じのラフさっていうのはあるわけですよ。ただあまりにもちょっとラフすぎて、 となんていうの驚きっていうものは足りないかもしれないですね。要は、点と点が線に結びつながっていく、まあ感動っていうかね、俺、呪いのビデオ55見た時に、やっぱびっくりさせられたから、え、こんなことがあるんだ、みたいなね。で、そういった部分で言うと、今回、あの、2本目の、この、口寄せなんだかあっかってやつ、これの、もう、なんだろう、インタビュー始まりあたりから、なんかもうすでに、え、これつながるのかって、なんか思っちゃったんですよね。 見ていて、まあ、いろんな投稿へ、まあ、心霊作品をついばんできたせいもあるかもしれないですけどもでもそれぐらいあの簡単に察知できるような雰囲気はあったのとであとこれね本当にすごく嫌なとこを言っちゃうかもしれないんですけれどもこういういわゆるいろんな人が投稿してきたその映像っていうものが実は一つにつながっていくっていう展開っていうのはその投稿者みんながその作品、まあ、今回でいうとこの裏本ですね裏本に応募しないと成り立たないわけですよ。 で、それがね、やっぱ言うて、本当にあった呪いのビデオ、ホラードキュメンタルの金字塔ですから、あってもおかしくないなと。みんな呪いのビデオに投稿してもおかしくないなっていう風に、だからそこはあんまり考えなくても見れるんですけども、裏本に関しては、本当に知る人ぞ知るっていうかね、だいぶニッチな作品なんで、そうなってくると、なんでみんなニッチな作品のところに応募してくるのっていう、<laughs> やっぱりそこをどうしても食いついちゃうんですよね。そこめっちゃくちゃ気にしちゃうんですよ。 まあそこは正直ね、言わない約くんでしゅーんっていうふうにちょっとこうねちっこく言われちゃうかもしれない。まあこっちもねちっこく言っちゃったんでね。うん、これは喧嘩良性いっていう感じで。で、良かったなっていう点はですね、まあ面白い点はですね、投稿映像5本全部にですね、 あの作品内で指摘していない部分に何らかのまあ霊障っていうのをちりばめている、まあ、あえて指摘していないと言った方が正しいかもしれないんですけれどもねでそういうのをまあ分かりやすく結構配置してくれてるんでそれを見つける楽しみとかねそういうのもありますよね。 で個人的におすすめはですね、今回、まず年写形め1本目の映像。これはですね、まず話し運び、その展開とか、あと投稿者たちの話し方とか、全部がナチュラル。非常にスムーズで見やすかったですね。結構この手の作品って、うさんくさくなりがちというかね、あとずっこけるっていうか、な,なんだこれみたいな。なんだべなってなるんだけど、最後までドキドキして見ることができたし、 で、あとそう,だそうそう、あの、つい最近、不倫映像の61見たんですよ。で、展開ちょっと似てるんですよ、年収がたみその DVD を手に入れて、で、それを、あの、持ち帰って家で見ようぜっていう。で、その,あの、見てる内容を、えー、生配信しているっていう。で、配信中に何かが起きるっていう展開が結構似ていて、え、こんなことあるんだと思って、こんな近い、その、スパンで。 こんなダブることあるんだとかって思ったりもしてね。それのまあ見比べてみてもいいのかなっていう。見比べる楽しさってやつもね。で、あと他にもね、近畿の住む今、まあ、これに関しては、ちょっとカメラの動きとかなんかいろいろアングルとか、うさんくせえみたいな都合良すぎだろうみたいなふにちょっと思っちゃったりもするけど、でもこれもおすすめです。で、あと次の景況モードな講師。もこれタイトル見ても何があるんだかって感じだと思うんですけども、多分ね、これが、 実質の今回のまあ一番の目玉の映像となると思うんで、一番インパクトのある映像なんで、これおすすめですね。で、はびこる高齢獣これに関してはですね、あんまりないような展開の映像で、要はその、幽霊視点に我々が立つっていう。で、しかもね、個人的には大好物の音声系のネタで、今回幕を閉じてくれるっていうところで、じゃあ早速ちょっとモノマネします。じゃあ行きます。じゃ。 ね、お分かりいただけただろうか。はい。ということで、ちょっと全然似てなかったかもしれないんだけど、まあ、なんて言ったかは、ウラボン21を借りて、アンサーを、アンサーソングを聞いてもらえたらなというふうに思います。で、ちなみにね、あのこれと同時に、あの訳あり っていう作品、別の心霊作品なんですけどこれも借りてみたんですけれども、こっちはね、まあ、ひどい。びっくりした、これ、ワーストだわ。今年、ワーストです。あれ、ひどいです。マジで。本当もう説教してやろうかと思ったのんとっ捕まえて幽霊を。あの作品出てる幽霊全部胸ぐらつかんで、お前は全部間違ってんだよ、って方がよ、みたいな。もうそういう風うにもう言いたくなった。マジで。